剣が。違います、あれが本物の剣のはずありません。かつて剣は鎧を身にまとい、復讐のためだけに戦っていました。だけど心を取り戻してウルトラマン光になったじゃないですか。未来、奴と話せるか。やってみます。お前は何者だ、答えろ。未来、未来くん。時の流れを見つめてる。ファイトの意味は憎しみじゃない、守りたいのはみんなで描く夢なんだ。傷ついても倒れても助け合える、道を探そう。微笑みを繋ぐ世界、夢を諦めたくない。どんな希望も艶げながら、僕らが叶える未来、仲間を信じていたい。無限に続く光の国へ。この番組はバンダイの提供でお送りします。剣は依然消息不明のままです。あれは剣じゃありません。未来くん、剣が、いえ光が人間を裏切るはずないじゃないですか。それにあいつの腕にはナイトブレスがあった。あれは彼に姿を変えた別の何かです。別の何か、例えば彼を陥れようとする何者かの仕業とか。はい、光だけじゃありません。僕らウルトラマンの信頼を失わせようとする何者かの悪意を感じるんです。何のためにそんなこと。目的なんかどうだっていい。芹沢隊長をコケにするようなやつは僕も許しません。絶対に。ガイズは剣にどう対処する方針ですか。たとえ何者であろうと、市民の平和を脅かす者には断固たる態度で臨みます。剣も侵略者だと認めなさいよ。ご安心ください、我がガイズジャパンが総力を挙げて必ずや剣を相当します。剣の攻略方法は、ウルトラマンまでも地球を侵略に来るなんて。ウルトラマン同士の争いなら嘘でやってほしいわね。ま、気にするな未来。我を忘れれば敵の思う壺よ。でも、ま、無理もねえのかもな。リュウさん、どういう意味ですか。だってよ、光は剣だった頃、周りの犠牲も顧みずにボガールを抹殺しようとしただろう。人々の間にまだその時の恐怖が残っているってことですか。そんな、光は私たちと一緒に戦ってくれたじゃないですか。理由は他にもあると思うんです。今までたくさんのウルトラマンが地球を訪れ、人間のために戦ってくれました。だけど
青いウルトラマンは初めてなんです。だから市民の間では光がウルトラマンだってこと自体十分認知されてないと思うんですよ。だけど彼も僕と同じウルトラマンなんです。追い詰めたぞ、タバレル星人。愚かなやつめ、追い詰められたのは貴様の方だ。何？地球での貴様の信頼は失われた。もはやこの星に貴様の居場所はない。この星では貴様の好きにはさせないぞ。それは俺のセリフだ。あ、今度は剣じゃない、光の偽物。いや、偽物じゃない。あれはウルトラマン光です。青いウルトラマンだ。ここに奴は侵略者だったんだ。逃げろみんな、早く。芹沢隊長。おかえり芹沢君。いや、ウルトラマン光、君たちは俺を信じてくれるのか。当然です。あなたが人間を裏切るはずがない。未来君がそう言うんだもんね。同じウルトラマンに言われちゃうね。ウルトラマンは俺たちのアミゴ、仲間だ。メビウス、君は仲間に正体を知られながら共に戦っているんです。ガイズの仲間として。話してくれないか、敵の正体について。ああ、やつはババルー星人。姿を変えて相手を欺き、仲間の信頼を失墜させる。それが奴の手口だ。ドキュメント MAC に記録を確認。その当時はアストラというウルトラマンに化けてウルトラ兄弟を欺いたという記録が残されています。地球へ向かう途中、俺は奴と一戦交え深手を負わせた。そのせいで奴は俺を目の敵にしている。それで今度は剣に化けて人々の信頼を。卑怯な野郎だ。どうしたら信頼を取り戻すことができるんでしょう。決まってんじゃねえか。今度偽物が現れたら本物が倒したいんだ。ですよね、芹沢隊長。まったく、あの青いウルトラマンめ。いいかね君たち、次こそ。あ？君は芹沢君。帰ってこられたんですね。よくご無事で。いや、しかしこんな長い間一体どこへ。補佐官、自分がその青いウルトラマン、ウルトラマン光なんです。はあ？光。隠すことはない、後ろめたいことは何もないのだから。またまたまた、みんなで私を担ごうと言うんだな。彼の話は本当です。こうして無事に帰ってきたのが何よりの証拠です。マル、この男を拘束だ。何馬鹿言ってるんですか。決まってるじゃないか、彼は町を破壊した侵略者なんだぞ。とにかく総監に報告を。ん、
外事総本部の要請を伝えます。これより芹沢前隊長を総本部の監視下に置きます。待ってください。総本部まで芹沢前隊長を。疑いが晴れない限り彼をチームに加えるわけにはいかないでしょう。あれだな、ウルトラマン光。貴様の信じた人間たちに裏切られる気分はどうだ。人間は所詮相手を外見で判断する、要は愚かな生き物に過ぎん。それは違う。お前もいずれ思い知るはずだ、人間の内に秘められた強さを。負け惜しみか。あれじゃまるで彼が侵略者みたいじゃないですか。未来、私も納得できません。説明してください隊長。これは総本部の決定なんだ。もしかして総本部は芹沢さんが変身するのを恐れてるんじゃないでしょうか。つまり光が現れればますます市民の不安を煽ってしまうってこと？青いウルトラマンだ！やっぱり奴は侵略者だったんだ！逃げろ！みんな！早く！おい未来！どうしてください！彼と話がしたいんです！しかし、総本部の許可がない限り、ここを通すことはできません。このままじゃ、彼の疑いは永遠に晴れません！お願いします！未来、いい加減にしろ。僕はババルー星人が憎い。絶対に許せないんです。光は心を取り戻したのに、地球の人々を愛しているのに、その心を奴は踏みにじった。お前さ、柄にもなく一人で熱くなるなよ。芹沢さんがあんな目にあって、リュウさんは何とも思わないんですか？そりゃ俺だって悔しいって。悔しいに決まってんだろ。けどよ、芹沢隊長にだってきっと考えがあるんだ。それに総本部の連中がどう思うと気にすることはねえ。この俺が誰よりも芹沢隊長を信じてるし、この思いは宇宙の誰にも負けねえ。光、力になれなくてすみません。いや、俺が過去に犯した罪はたやすく清算できるものではない。これは自業自得なんだ。でも僕がここまで戦ってこれたのはあなたのおかげでもあるんです。これはお返しします。また一緒に戦いましょう。気持ちは嬉しいが、俺は自力でここを出るつもりはない。今逃げ出せば余計信頼を失うだけだ。だけど、それにこれは俺一人の問題ではない。これから先の未来、俺と同じ青い体の同胞たちが地球を訪れ、人々のために戦う日が来るかもしれない。しかし彼らがその青さゆえに人間たちの信頼を得られず、ウルトラマンと認められないとしたら、それは俺の責任だ。彼らのために俺は必ず人々の信頼を勝ち取ってみせる。光、君にできたことが俺にできないはずはない。俺も君と同じウルトラマンなのだから。
今すぐ芹沢隊長を解放しなきゃならないんだ。しかしそこにいるのは剣なんかじゃない、ウルトラマンでもねえ、クルーガイズジャパンのリーダーだった男だ。俺の憧れの隊長なんだ。頼む、芹沢隊長にもう一度戦わせてやってくれ。剣の偽物が現れたわ。総本部の思惑通り、芹沢前隊長の潔白は証明されました。じゃあやっぱりそれが目的で。当然よ、総監も私も最初から信じてた。美咲さん、早く行きなさい、みんなが待ってるわ。隊長。化けの皮を剥いでやりましょう。バリアブルパルス、ウィングレットブラスター。また一緒に飛べる日が来るなんて、俺嬉しくて。すまない。今の俺はかつての芹沢ではない。ウルトラマンでもあるんだ。いきなり何言い出すんですか。剣の罪は計り知れない。しかし。彼の中には地球の人々を思いやる優しさがある。俺は何としても罪を拭い去り証明しなければならない。彼の愛した人間たちウルトラマンであることを。なぜ貴様が自由の身に。言ってください、言って証明してください、自分がウルトラマンだって。俺が知ってる芹沢隊長はそう簡単にくたばりません。リュウ、俺たちを守ってくれたのか。立ってくれ芹沢隊長。あんたはウルトラマンなんだ。見ろ、あっちが偽物だったんだ。この戦いは俺が決着をつける。けど君一人では。俺はもう一人ではない。見てください、光の周囲に。これっての意志で俺
鎧をまといやがった。新しい剣。この星では貴様の好きにはさせない。せっかく仲間になれたのに、また行っちゃうんですか？地球に危機が迫っている。ババルー星人もその先兵だろう。俺はその調査に向かうことにした。頼みます、ウルトラマン光。君たちには心から感謝している。また戻ってきてくれるんだろう？ああ、地球は俺にとってかけがえのない星だからな。ありがとう、リュウ。セリザワ隊長、君のおかげで俺はウルトラマンになれた。それじゃ。私のルールが、僕ら宇宙人そのルールを守らなければ。優しさを失わないで。たとえその気持ちが何百回裏切られようと。ありがとう。誰かに何かをされて嬉しかった時にそう言うんだ。次回、未来の妹。ヘビナビ。ウルトラマン光に変身するのは元ガイズ隊長芹沢和也。光はハンターナイト剣の姿でもその力を正しく使えるようになったんだ。この番組はバンダイの提供でお送りしました。